はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。信長の野望創造戦国理史で明智光秀とのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、信長から独立して信長に滅ぼされ、信長の家臣になり、また城主になったというところまでお届けしてきましたので、今回はその続きですね。さらに信長の下で、実力をつけて領地を広げ、軍団長とかになった暁には再びね、独立戦争を仕掛けていきましょう。ご命令ください。先月の終始です。というわけで、今回何をやっていくかというと、まずは最後の進出をかけていきたいと思うので、人口2300人にする必要がありますね。今2259なので、あと2ターンぐらい送っていけばおそらく、目標には到達できるかなと思いますので、まずはそこを見ていきましょう。ご命令ください。先月の収支です。これで2292、もう1ターンですね。送っていきましょう。どうしてもね、鉄が不足してきてるので、鉄をね、手に入れるための算段をしていきたいなと思ってます。できればその最後の進出したところにある資源2つご覧のようにあるので、ここが砂鉄を生んでくれてるととても助かりますね。ご命令ください。先月の収支です。ちょっとじゃあ見ていきましょう。タタラバが作れないかな。作れないね。これは馬、これは鉱脈か。鉱山町を作ってもね、鉄の生産が増加しても周りにタタラバがないとどうにもならないからな。とはいえ兵舎が強くなるんだったら、ここは作っていきましょう。攻略目標は北の将に変わりましたね。先月の終始です。金目でいきましょう。金目で、ご命令ください。先月の収支です。とはいえこの辺りはもう全くと言っていいほど往来が良くないな。往来が良くないところに無理やり立ててもしょうがないので、狩場を立てて、あとは水田2つかな。標準を始めましょう。先月の終始です。OK ですね。さあこれでいよいよ領地内政の方がほぼほぼ済んだので、あとは攻略戦ですね。箕輪城を攻略せよに変わりはなかったですね。北の城攻めではなかったですね。ご命令ください。先月の終始です。そしたら全国マップの方に移動してですね、こっからはもうできることをサクサクこなしていきましょう。この熱
知城が攻められるってことはないだろうからな。まあ人口を増やす、兵力を増やすっていう意味での回収はありですけど、それ以外の意図っていうのはちょっとあまりないですね。やれば多少無理があっても、もう三ノ輪城攻めに入りましょう。あのミッション全部こなしていくのは結構だるいですね。我が軍略お見せしよう。戦場へ参る。出陣するぞ。ご命令ください。先月の終始です。あとはどの沼田城とかもらっとくとだいぶ楽になるのかな。沼田、いやー、どこの城をもらうかですね。いや、ちょっと早いな。この深市城とかをもらいましょうか。ただ足りないと。もうちょっと武勲を重ねていけってことですね。こっちはただ北条と伊達もぶつかってるから、北条軍としてはそんなにこの織田の方に戦力を振り向けられない状態にはなってますね。ちょっと起点を変えて、こっちの国峰城で戦いましょう。光秀の方は我が策と思ったけど、ここは大作戦を仕掛けていった方が早いかな。2万対1万、まあこれは普通にやれば勝てそうですね。続きなさい。いきます。我に続け。これで決めるぞ。正々堂々勝負しなさい。やってくれるな。大逆転。隠れ。ここは引きます。私を侮りしこと、見るがよい。逃げるなら今のうちよ。我らの戦、おっとご覧あれ。我らの攻め、耐えてみせよ。これで決めます。かかれ。いざとなければ去るがよい。かかれ。よし、敵の大将を倒したので勝利しましたね。これで一気に戦局が変わったぞ。我が戦お見せしましょう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。雑魚敵を一掃したので北条軍がだいぶ周りからいなくなりましたね。出陣します。出陣する。逃げたければ逃げなさい。いざ戦へ。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。我が戦、国峰は取ったけど、お見せしましょう。先月の終始です。美濃はちょっと落とせないかな。一旦兵を引きましょう。我が戦お見せしましょう。どうするか。織田の援軍が続々やってきてるので、援軍の量によっては落とせるかもしれないですね。教場を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。やることがないのでどうしようかな。投資系とかを一通りやっときますかね。そしたら政策を取り行います。よし、これで投資をしばらく高知でやっておきましょう。戦に明け暮れます。
いざ戦場へ。表情を始めましょう。先月の終始です。で、日常に戻った光秀はというと、兵力的には2700まで回復しているのであれば、出陣します。ちょっととどめを刺すっていう意味でも二の間に出陣していきましょう。ご命令ください。先月の終始です。ミノワが落とせればもう北条と織田軍の戦い、織田有利確定しますからね。止まれ。ではさらにちょっと畳みかけるように城攻めをしましょうかね。どこ攻めるかな。押し城はちょっと取れないよな。でよくよく見ると伊達がかなりでかくなってるな。ちょっと伊達の勢力見ると伊達が兵力10万に超えてますね。まあ、信長は60万超えてますけどね。もう北条と伊達ほぼ並んでる感じですね。で毛利はまあじりじり押されてるけど、まだでも頑張ってるね。ちょっとどうなるかわかんないですね。そしたらとりあえず見ついて出陣してきたものの兵を返しましょう。騎乗します。ご命令ください。先月の終始です。今度八方城の攻略か。もう北条の木の根を止めにかかってますね。家康も10万あるんだな。結構な兵力ですよね、10万って。敵に城を奪われました。敵に城を奪われた。どこの城を奪われたんだ。わ、美濃和城が取り返されてる。せっかく奪ったのに。戦場へ参る。表情を始めましょう。先月の終始です。どうなんだろう。報告いたします。八方を抑える意味ではこの美濃は取っておきたいとこではありますけどね。味方が今北関東で激戦を繰り広げてるってことを考えると、もうちょっと兵を回復してから出陣した方が良さそうですね。表情を始めましょう。先月の終始です。132、まだまだ足りないね。200以上は必要ですよね。さあ兵が4700回復してきたので、これで八方攻めをしましょう。至る所で合戦が起きてるな。北条もよく出てこれるよな。伊達との戦いで精一杯なはずなんだけど、まだ美濃和城を奪還する力があるとはちょっと思わなかったですね。出陣する。出陣するぞ。出陣します。我が戦ご覧に入れよう。今ここ単身で八方攻め承知いたしました。選択じゃないな。出陣するぞ。ご命令ください。先月の終始です。出陣します。待機せよ。出陣する。
ちょっと様子見したいですね、ここで。表情を始めましょう。先月の終始です。敵の戦力を考えると、ここは箕輪城攻めは一旦諦めた方が良さそうかな。ただ数は決して多くないですね。部隊数は多いけど兵力はそんなに抱えてない、という意味ではチャンスはありそうだな。ここは一気に合戦に持ち込んで決めに行きましょう。案の定敵のこもってるのは200タラスだ。かかれ。引き際はわきまえねばな。さらに度重なる合戦で縄文とか真っ白の防御力もボロボロですからね。引きます。ここはテクノ援軍が来る前に落としましょう。で、箕輪城を再奪還したら、いよいよ八方城攻めをしましょう。出陣するぞ。我が軍略お見せしよう。ご命令ください。先月の終始です。承知いたしました。一気に合戦に持ち込めれば勝機はあるぞ。助け立ちいたす。進め。これで一気に続きなさい。数は決して多くはないので、敵城門突破しました。敵の援軍が来る前に続きなさい。八方城を落とせる可能性が出てきましたね。始めるか。この攻め見切れない。この攻め見切れない。決める。引くぞ。これで敵の兵はゼロにしたので城門突破して、あとは城門を破壊しました。決まりですね。引くぞ。続きなさい。本当に兵力の感激を縫った感じの電撃作戦でしたが、無事この攻め見切れない。落とせそうです。この攻め見切れない。我らの攻め耐えてみせよ。敵将捕獲しました。止まれ。出陣する。よし、北関東一円はほぼほぼ抑えたぞ。過労にも昇進した。よし、軍団長になったね。これで軍団長になりましょう。で、八方を中心に表情を始めましょう。先月の関東一円を抑えれば一気に再び独立戦争を仕掛ける基盤が出来上がるね。今は青があれね。じゃあ出陣命令を出せるのは1、2、箕輪、ここ
ここも出せるんだ。ってなると結構な兵力が動かせるな。戻ります。城へ戻る。これは伊達との北条領の奪い合いになりますね。まあ少なくても東京神奈川一帯は一気に取りたいな。となると川越、押し、岩村、甲府台、江戸、この辺りが一つ分かれ目になりそうですね。ちょっとその辺りも考えながらプレイしていきたいと思います。というところで、ちょっと今回時間が短いんですが、軍団長にもなったというところで、切りもいいので一旦ここで終わりにしていきたいと思います。着実にまた独立戦争を仕掛けるための地盤を築いていますので、ぜひぜひ皆さん、呆れずに応援をお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。